11日震災から3年、まあ、経ったと思います、3年前の3月11日は、私はまたその時も北極へのエクスペディションの準備で、イカルイ島という町に、滞在している時でした。ネットのニュースでですね、震災のことを知ってですね、イカルイ島でこれから北極を歩きに行くなんてやってて、こんなことやってていいんだろうかとすごく悩んだ思いが、思い出があります。まあ、その時に何でしょう、非常に自分の無力さというか、何もできなさ限りに非常に腹立たしくも思いましたけども、まあ、3年経ってなかなか復興も進まない現実はあると思いますけども、まあ何でしょう、頑張れとは全然言えませんし、私は、所詮当事者ではないので、何も言えることはないと思うんですけども、私は今、北極点に向けて正直今大乱病態で死ぬ思いで、毎日歩いてます。何か何でしょう、感じるものというか、思うところがあって私のことを見ていただけたら嬉しいなと思ってます。以上です。